じゃあここからは山本昌投手に実際にキャッチボールしていただきましょう。はい、ね、キャッチボールってやっぱ一番ね、うん、野球ってまずボール投げれないと、特に子供たち、はい、DH がないところとかね、うん、どんな打つ人でも、足が速くても取るの上手くても投げれなかったら試合出れないですから、はい、ですからね、まずやっぱキャッチボールを大事にしてほしいな、はい、まずね、さっきお話の中で一般成人標準的な体型の方なら130キロ近く125キロは出ますよといい投げ方すれば、はい、という話をしましたけど、まずじゃあいい投げ方って何だと、はい、何ぞやと、うん、話をしますとね、まあ、さっき言ったボールの握り方ありますけど、まず投げる肩がまず大きく回ること、これが大前提です。肩が大きく回る、はい、肩が大きく回る、大きく回るというのはどういうことかというと、ボールの円が大きい、はいはい、例えばこういうふうに僕だったらこういう使い方をするんですね、俺は、うん、ね、これは何でかっていうと、はい、まず肩甲骨をしっかり開く、肩甲骨、はい、肩甲骨が開いて投げてる、はい、開くというのはどういうことかというとですね、人間の体っていうのはね、面白くて末端が閉じると大きな関節が開くんです、はい、これは 足もそう、つま先を中に入れると股関節 が開きます、はいはい、で肩甲骨も親指を内旋させると肩甲骨が開きます。あ、本当だ、ね、まあ、今ちょうどそっちから映してるけど、はい、ね、よく肘が上がってるとか上がってないってあるでしょ、はい、今この位置ボールは今前向いてるでしょ、はい、こうじゃなくて肘が上がってるのはこうなんです。リースの時に、はい、だからこういう状態とこれではこれだけ肘の場所が変わるんですね、はい、全然違いますね。今これが立ってるから、ここを上手に使わなきゃダメです、はい、ね、これが肘が上がってる、これは肘上がってないんです、うんうん、これが上がってるんです。これで肩甲骨が開いてるんです。そこを円で持っていくように僕はしてました。よくね、はい、肘上げなさいっていうね、はい、指導者の方いますけど、うん、当然間違ってないんですよ、はい、ただ肘だけ上げようとすると肩が詰まっちゃうんです。あ、はい、じゃなくて、な、親指をしっかり内転させて、内転させるっていうのはね、親指を内に入れるとこう脇が開く、肩甲骨が開くでしょ、はい、うん、これをスムーズに円で上げたら簡単です、はい、これをね、こういうふうにするとね、はい、詰まるんですよ。じゃなくて円で平行線まで、平行線まで持ってくる、うん、平行線まで持ってくる、これが基本です、はい、肩は最低平行線まで上げるのが基本ですね。その時にボールは外を向く、親指は内旋してるのがいいです、うん、はい、早く前向いちゃうと反射っていうのを使えないんですよ、ね、肩甲骨が一番開くと反射するんですよ、ポーンと、はい、その反射が使えないんです、はい、ですからできたら僕は推奨するのはラジオ体操のようにね、うん、ボールが背中の方を向いて円で回すこと、うん、こういう使い方をしてほしいです。こういう使い方を、その動作の中で、その中で、はい、投げるんですけど、よくね、トップという言葉があるでしょ、はい、聞きます、ね、トップ作れ、はい、トップは作らない方がいいです。作んない方がいい、はい、トップっていうのは通っていく過程で一番高い場所を言うだけで、はい、そこに止める、せっかく勢いつけてるのに、うん、止める必要ないですよね、はい、トップというのは通った一番高いところのことを言うだけなんですよ。ですから回り始めたらこの勢いをそのまま投げる、うん、まあ、そのように持ってってほしいなと、はい、いうふうに思います、はい、あと基本はやっぱり反対の肩、そして足は相手の方にしっかり踏み出すこと、ね、はい、ね、肩が大きく回ってる間に、大きく回ってる間に踏み出す、うん、あ、そしてこの肩も長く相手を向いてるという、はい、グローブ側の手も使って手というより肩です、肩、あ、肩が相手の方に、うん、でこの時も実は親指が内にひねれてると肩が寄ります。こうやってこうやってひねってると寄れないんですけど、親指が内旋してると寄れます、ます、はい、近くにスーッと、うん、はい、スーッと、ここをうまく使うと上手なキャッチボールが、なるほど、
できますね、はいはい、寄せていって、そして大きくこう、うん、今このカメラで映したものを見ると多分ほとんど左右のブレがないはずなんです。僕のキャッチボールっていうのは、はい、ですからもうここにしか行かない、まっすぐ、はい、はい、多分ですよ、今こうやって、はい、僕多分キャッチボールするんだ、こうやって、うん、手の軌道と体の向きはもうここの幅ぐらいしかないので、はい、ブレ用がないんですね、うん、あとは上下動だけなんで、はい、僕はそういうキャッチボールをするようにしていましたね、はいはい、ですから本当にね 3,4 個しかないんですよ、いいキャッチボールしようと思ったら、はい、ね、肩を大きく回す、ね、そして反対の肩が長く相手を向いている、足もちゃんと同じようにまっすぐいく、はい、そして大きく回ったものを上からしっかりリリースしてあげれば、はい、その時に一つコツがあるのは、はい、胸張ろうとしたらダメなんですよ。胸を張って よく胸張れって言うんですけど、はい、あんまり胸張らない方がいいですよ。胸勝手に張りますから。あ、なるほど、はい、もうそのままの流れで、はい、胸から張ろうとするとどうしても開いちゃうんで、はい、胸張らなくても勝手に張るのでこのような感じでね、はい、投げるのがコツかな、うん、そうそうそうね、ラインがぶれないで放れるから、肩を回して上げてそのままの勢いで、おー、ナイス、もうさすが、ね、だからキャッチボールでも、はい、そこにしか行かないフォームに なってるんです。今ちょうどこのカメラが捉えてるんで、はい、ここの心臓のとこにもう来るように何万球も放ってたんで、はい、ね、そしてまあストレートの回転も、はい、非常に綺麗ですね。回転いい？ね、こういう風に、はい、僕のキャッチボールはこうですね、はいはい、長く向けて長く向けて上からパチッと、はい、うん、こんな感じです、はい、ありがとうございます、はい、どうもすいません。 OK、 サンキュー、はい、すみません、今簡単に言いましたけど、はい、技術的にはね、もっといろんなことがありますけど、やっぱり大きく回ってるものをロスなく、うん、スムーズに最後まで、そしてこの方と足がまっすぐ向いてる、はい、で上から叩ければ必ずいいボール投げれます、はいはい、これを特にもう小さい頃からもう常にもう心に入れてやってほしい。そうですね、肩を大きく回すのはね、うん、体に力がないといろいろ足がね、こうアウトステップしたりインステップしたりあるかもしれませんけど、肩の周りっていうのは小さい頃から注意できるので、はい、ぜひ、肩を常に大きく回す、うん、ね、これはね、僕いつも思うのは親御さんも一緒にね、はい、できるようになれば伝えれると思うんですよ、うん、子供にぜひ親御さんにしてほしいです、はいはい、ぜひ皆さんも試してみてください、はい、今日は、新興エンジニアのセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。